シャン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 鈴が鳴る、スイ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 ソリが行く、星の瞬く夜の空、目指すはみんなの住む町さ。どういたしまして、真っ赤に光っているのはオイラの花さ。赤いお花の中にか、そうとも、オイラはサンタクロースのソリを引くトナカイさ。シャン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 鈴が鳴る、サラサラサラ雪が降る、サンタクロースのソリを引いて、目指すはクリスマスイブの街。トナカイよ、街に着いたぞ。はい、サンタのおじいさん、これからプレゼントの配達だ。ご苦労様です。でもな、プレゼントはいっぱいだ。うんうん、私一人じゃ大変だ。お前も手伝え。え、おいらな。おお、これとこれとあれとあれとそれとそれと届けるところはここに書いてある。じゃあな。ああ、ちょっと待って。ああ、人使いの、いやトナカイ使いの荒いおじいさんだな。もうでもとにかく早いとこ配達しちゃおう。それ、あ、え、なんだ、痛いじゃないか、踏んづけたりして。君は猫だな。そうだよ。子猫だな。そうだよ。暗いところにうずくまってっから悪いんだ。もう夜も遅い、家へ帰りな。うちのレモン野良猫かお前。でも首輪してるじゃないか。お父さんは分かんない。お母さんは分かんない。というと、だってさ、だってさ、生まれた次の日捨てられちゃったの。あたし、お父さんとお母さんに、ううん、飼い主の人間に。兄弟たくさん生まれたから。おやおや、それはお気の毒。そうでもない。というと、だってさ、だってさ、そのまた次の日拾われちゃったの。私、坊やが私を拾って家へ連れて行った。可愛がってくれたみんなで。おやおや、それはよかったね。そうでもない。というと、だってさ、だってさ、それからまたすぐ置いてかれちゃったの。あたし、坊やの家は引っ越したの。遠くへか。うん、すぐそば。だったら連れてってもらえばいいじゃないか。だってそこはマンションなんだもん。猫や犬を飼ってはいけないマンションなの。そうか、そいつは気の毒に。おい、いけない、こっちはいられない。おいらプレゼントを届けるんだった。だけど、果て、ないな、どこにもない。何がないの、トナカイさん。煙突さ。煙突？クリスマスには、サンタクロースは煙突から入ってプレゼント届けることになってるんだ。だから、オイラも煙突を探してるんだ。煙突なんてないわよ、マンションばっかりだもん。あ、あった。あったぞ、大きい煙突。でもあれ。いいから、君も一緒に来いって。走る走る夜の街、トナカイ走る、猫走る、じゃん。いやー、高いなこの煙突。こんな顔降りるのか。ちょっと怖いけど思い切って、それ痛たたたた、あわだ、あら、なんだなんだこりゃ、ガラクタの山、ゴミばっかりじゃないか。そりゃそうよ。どうして？ここはゴミを焼くところだもん。どうして焼くの？町ではゴミがたくさん出るの。それを集めてきて、ここで焼いちゃうの。へえ。でもこれゴミかね。ベッドに椅子に、タンスにテレビ、冷蔵庫に勉強机、まだまだ使えるみたいだがね。飽きちゃったのよ、みんな。飽きた？ちょっと使って、飽きると捨てちゃうのよ。はあ。人間ってのはもったいないことするんだね。おいらにはわかんないな。あ、でも子供たちがいないんじゃ仕方がない。他の煙突探そう。
走る走る夜の街トナカイ走る猫走るじゃん。あったぞ煙突が。でも小さい煙突だな。どれどれよいしょ。あれれれれおいらの角が使えて、うんしょっ、ああたたたたたた角が折れた。ダメだ。おい猫くん君入れよ。あ私が、そうプレゼント持って押してやるから、よいしょ、うん、熱いわよ。我慢しろって。だってこれ石油ストーブの煙突下で燃えて、あたたたた、ひねが焦げちゃう。じゃあやめだ、別の探そう。走る走る夜の街トナカイ走る猫走るじゃん。そーら今度こそ太い煙突だ。やっと見つけたぞ。俺一緒にワンツースリー。あだだ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 、なんだここがらんとして誰もいないよ。自動車ばっかり。ここ車の駐車場だもん。何今のは駐車場の空気抜きだったのよ。煙突じゃないのか。こら、何者だ。ガードマンよ。ガードマン、逃げよ。待てだ、お前誰だ。変な帽子かぶって。これ帽子じゃないよ、立派な角だ。ババー、なんだこれ、人間じゃないぞ、お化けだ。お化け、失礼な。助けて、駐車場にお化けが出た。嫌な感じ。行こう猫くん。うん、走る走る夜の街トナカイ走る猫走るじゃん。やれやれ、煙突は見つからないしもうくたびれた。この公園のベンチで一休みしよう。プレゼント届けるのって大変だな。私ジョー君に会いたいな。ジョーって誰？私の元の飼い主、とっても可愛がってくれた優しい男の子なの。今でも時々こっそりやってきて食べ物くれるの。じゃあマンションまで会いに行けば。ダメ、今入院しちゃってんだもん。ほらあの病院よ、あそこに見える窓がたくさんあるでしょ。下から5番目。5階ってことだな。右から3つ目、あそこにジョー君がいるのよ。じゃあ会いに行けばいい。病院は猫を入れてくれないの。あれ、なんだなんだ、火事か。あ、なんだ、おもちゃの消防自動車がやってきたぞ。でも不思議だな、おもちゃの消防自動車が走ってくるなんて。あ、病院の方へ走ってく。止まった。ひょー、おもちゃの消防自動車が大きくなるぞ。どん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 大きくなる。あっという間に本物みたいになっちゃった。いやー、今度ははしごが伸びるぞ。どん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 伸びていく。あーっという間に大きな病院の5階の窓まで届いた。不思議だな、本当に不思議な番だな。お待ちどうさま。わ、驚いた。消防自動車の運転手はサンタクロースのおじいさんだったのか。さあ早くチビ猫ちゃん、はしごを登ってジョー君に会いに行っておやり。ありがとうおじいさん、行ってきます。サンタさん、どうして猫くんの願いが分かったんです？どうしてだって、それはな、この手紙のせいさ。わしのところへは世界中の子供からたくさん手紙が来る。その中の一つがこれさ、読んでごらん。サンタクロース様、こんにちは。僕にクリスマスのプレゼントをお願いします。お菓子じゃないよ、おもちゃもいりません。僕は猫に会いたいんです。うちで飼っていた可愛い猫に、今はマンションで飼えないけど、それに僕は今病気で会いに行くこともできないけど、どうしても会いたいのです。どうかクリスマスにはあの猫に会わせてください。そしたらきっと僕の病気も良くなると思うのです。ジョーより。お菓子よりおもちゃより何より素晴らしい、それは友達、会ってジョー君、話して会えてよかった、一緒に笑ってそして
お別れ。早く良くなってね。おやすみ、ジョー君。ルーラルーラルーラ、ルーラルーラリ。おやすみ、ベイビー。夢で会おうよ。そしてまたいつか。よかったな、猫くん。ありがとう、サンタクロースさん。クリスマスの一番のプレゼント。どういたしまして。みんなの喜ぶ顔を見るのがわしの一番の楽しみさ。大変だ、サンタのおじいさん。もうすぐ朝になっちまう。急がねばならん。隣の町からそのまた隣の町、それから海を越えてずっと向こうのそのまた向こうのと遠いところまで。来年のクリスマスにまた会おう、猫ちゃん。うん。会ってサンタクロースに話して、トナカイさんとも話しちゃった。一緒に笑ってそしてお別れ。さようなら、サンタクロースのおじいさん。真っ赤なお花のトナカイさん。ルーラルーラルーラ、ルーラルーラリ。おやすみベイビー、夢で会おうよ。そしてまたいつか。ルーラ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 リー。ジョー君はね、仲良しの子猫ちゃんに会って元気が出た。もうすぐ病気が治って退院だよ。そんなことどうしてわかるんですか？サンタクロースはどんなことでもわかるんだ。そしてどんなことでもできるんだ。細い煙突通り抜けることだって、いやいや、煙突のないうちへこっそり入ってプレゼントを届けることだって、最高出発だ。はいよ。シャン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 、鈴が鳴る。スイ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 、ソリが行く。星の瞬く夜の空、目指すはみんなの住む街さ。あ、流れ星だ。赤い流れ星だ。どういたしまして。真っ赤に光ってるのはオイラの花さ。真っ赤なお花のトナカイさんね。そうとも、オイラはサンタクロースのソリを引くトナカイさ。シャン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 、鈴が鳴る。サラサラサラ、雪が降る。サンタクロースのソリを引いて帰っていこう。サンタクロースの前